教会の敷居を下げるという話を先ほどしたんですけど、はい、教会ってそもそも何をしている場所なのかと。まあそんな疑問が普通にありますよね、うん、中で何をしているかわからないっていう、うん、そうやね、あれですよね、うん、罪を改心するとか、うん、そういう感じですよね。ああ懺悔とかね、はい、あれはね、まあ、カトリック教会ですよね、うん、プロテスタントの教会には懺悔室っていうのはないんですよね。あ、そうなんですか、うん、でも悔い改めって言ってね、悔い改めるから食べるの悔いじゃないからね悔いるって後悔するって意味の方ね、今までの間違いを反省し歩みを新たにするっていうことはしますよね。それは教会の専売特許って感じですかね。そうやね、正しい人生を送ってきたとしても人の本質にある罪に気づいてそれをジーザスによって清くしてもらうっていうことね、それが悔い改めの本質ですよね。決して悪いことをしてきたからそれを悔い改めるんじゃなくて、もっと本質の罪、まあ、いわゆる現在っていうのに目を向けるということですよね。なんか今日すごい深いゴスペルトークしてるな。いつもこうあるべきですけどね。まあ、おうちエリアさんとやってるとなんかね、変な話にばっかり引っ張られるんですよそれこそピーチさんの罪ですよ、うん、もう俺の？だって楽しくエリアさんと話してるでしょ。まあ確かにね、エリアばかりが罪じゃなくて俺も罪にまみれてるってことか。まあサトピーもそうですけどね。なるほど、どんなにいいことをしている人であっても犯罪を犯したことがない人でも罪があるっていうのがゴスペルのメッセージなんですよね。教会ではそこに気づいた人がバイブルを通してどういうふうに人生を歩むべきかを模索しながら学んでるっていうことですよね。もちろん学ぶだけじゃなくて、はい、子どもたちが集まって楽しいことしたりバンドしたり、震災があった時は被災者の支援センターとして機能したり、いろんなことが行われてるんですよね。ゴミ拾い、清掃活動、地域貢献もしてますよね。教会って本当すごいですよね、うん、観光地じゃないですよ、ね、生きて今も機能しているのが教会ですね。そんな教会どんな人でも行っていいんですか？ちょっといいことをしていないとダメとか、金髪だとダメだとか、うん、お風呂みたいにタトゥーしてたらダメだとか、タバコを吸ってたらダメだとか、そういうのはないんですか？ないですよ、罪人大歓迎ですからね。それだとサトピーもいけますね。そうですね、それこそがねゴスペルの主人公であるイエスキリストジーザスのメッセージです。一度行ってみてください。